E-767、e、はアメリカ合衆国の航空機メーカー、ボーイング社が開発した早期警戒完成機である。相性はないが、アメリカ軍人からは J-WAX、J-WAX と呼ばれている。ボーイング767を開発母機とした初の軍用機で、同機に E-3 セントリーのシステムを移植する形で開発された。 日本が早期警戒完成機の導入を決定した時点で E-3 の製造母体であるボーイング707はすでに製造収束、すなわち生産設備破棄しており、よって E-3 も心臓不可能であった。代替としてボーイング社は日本に対しボーイング767を母機とした E-3 後継機の新規開発着手をひさげし受注した。以降、 発注した国が製造国である米国も含め存在しないため本機を運用しているのは航空自衛隊のみとなっている。開発当初、日本のみならず、韓国、台湾、オーストラリアの各国空軍も E-767 に大きな関心を寄せ同期導入を前向きに検討していたが、1997年に発生したアジア通貨危機の影響で導入は見送られ、 その後オーストラリア空軍と韓国空軍はより小型の E-737 を採用することにしたため2015年現在で E-767 を保有しているのは日本のみであるがボーイング社は他にアメリカ空軍からの受注見込んでおり20機ほどの需要があるとしている1998年から航空自衛隊への引き渡しが行われ2000年より 運用を開始した。航空自衛隊が初めて導入した早期警戒完成機でもあり、E-767 と主力の F-15J-DJ 戦闘機を組み合わせて運用すること、これまでにない強力な防空体制を確立することができるようになった。1機あたりのコストは約550億円で2016年現在までに4機が製造されている。 航空自衛隊では1976年、昭和51年9月6日のベレンコ、注意防命事件において、ミグ -25 の侵入を許すという、防空体制の欠陥が発覚したことを契機として、地上の防空網を補うために、上空からの警戒体制の導入が検討され、早期警戒機の調達が計画された。この早期警戒機の調達の際、実は、 航空自衛隊はすでに早期警戒管制機、AWACS の導入を検討していた。当時の早期警戒管制機は E-3 セントリー以外になく、自衛隊内部でも早期警戒管制機といえば E-3 のことと解釈されていた。しかし E-3 は当時はまだ開発したばかりの最新鋭機であり、アメリカが日本に輸出するとは到底考えられなかった。ちなみに、 E-3 の開発が終了したのは1976年、つまり、ベレンコ注意亡命事件があった年であった。仮に輸出そのものは承認されたとしても、アメリカ空軍への調達が最優先され、自衛隊のために生産ラインを割く余裕がないことも、想像に固くなかった。このように E-3 を入手できるのが何年後になるか、わからない状態にあって、 一刻も早く早期警戒機を導入したい日本はすぐ、ある程度の数を揃えることができる、e にホークアイを調達することにしたのである。結果としてやむを得ない事情はあったものの、防衛庁、現在の防衛省は、早期警戒完成機は、日本側の要求に合致ないと一旦判断を下していたのである。この時防衛庁は、 早期警戒機の導入についてという文書の中で E-3 の導入を不適とする理由を次の通りとしている。ところが、防衛庁は早期警戒完成機の導入に関する検討をこの後も続けており、1992年平成4年12月16日に平成5年度予算概算要求の追加要求に関する文書で 早期警戒完成機の必要性を次のとおりに述べている。このように様々な右予曲折をたどりながら発端となった亡命事件から約20年の後、航空自衛隊は早期警戒完成機を導入することになったのである。1991年、平成3年までは一般の航空雑誌にも航空自衛隊は E-3A ワックスを装備するとされており、 予算が承認される直前まで防衛庁も E-3 の導入を念頭に置いていたことが伺える。しかし、同じ年に E-3 の母体となるボーイング707型機の生産が終了してしまったことから、防衛庁は平成4年度予算での発注を一旦見送った。翌1992年、平成4年にボーイングが提案したボーイング767型機の改造機、 7 6 7イワックスを採用することとし、平成5年度予算で2期、1、139億6、100万円、1期あたり569億8、0円、平成6年度予算で2期、1、080009、600万円、1期、あたり543億4、800万円の計4期を発注した。防衛庁の文書でも示されていたように、 E-2C は約86億円、E-3A は約296億円であり、E-767 はそれらよりもはるかに高額、E-2C の約6倍、E-3 の約2倍であったが、当時の大倉省、現在の財務省は一切予算を削減せず、防衛庁のいいねで調達費を承認した。これには、 極端な対米貿易黒字に悩む当時の大倉省の日米貿易不均衡の是正を少しでも進めたいという意図が絡み、対米的な配慮も含む政治的な側面を含んでいる。なお、ボーイング767の製造は日本企業が全体の15%を担当しているため、ただ購入するだけとなるボーイング707と違って、 日本企業にも調達費の一部が還流されたことになる。調達は2段階に分けて行われた。第1段階として、日本政府が、ボーイングからボーイング767型機を民間機として購入し、第2段階として、FMS、対外優勝軍事援助によって AWACS に回収された。FMS が必要なのは、AWACS としてのシステム化、 完成した機体のシステムチェックなどには、アメリカ空軍の協力が必要であるためである。実際の作業としては、まず、ワシントン州、エヴァレットの工場で基本となるボーイング767を建造する。完成した機体は、カンザス州ウィチタにある回収センターに送られ、機体構造回収が行われる。再び、ワシントン州、エヴァレットに戻され、 ロートドームの装備などが行われた後、ワシントン州シアトルのボーイングフィールドで飛行試験が行われた。この作業が終わった段階で、伊藤忠商事を通じて、航空自衛隊に引き渡しとなった。ここからは FMS であり、機体はアメリカ軍に渡され、ミッション機材の設置と試験が行われた。最終飛行試験は再び、ボーイングフィールドで行われ、最終引き渡し形態として、 航空自衛隊に納入された。1号機は767本体が1994年、平成6年10月4日に初飛行。レーダーシステムを搭載した、完成機体が1996年、平成8年8月9日に初飛行し、1998年、平成10年3月に航空自衛隊へ納入された。同年4月に、 浜松基地に導入した E-767 は航空開発実験集団霊化飛行開発実験弾、e。段で E-767 運用試験隊を編成し、約1年にわたる運用試験を経て4機の E-767 は1999年、平成11年3月に警戒航空第601飛行隊に配備され、新たに第2飛行班を新編し、 警戒航空隊の空中警戒管制隊配属の隊員によって運用されることになった。2005年、平成17年3月31日より、第601飛行隊、第1飛行班と第2飛行班の両者は統合され、E-767 は警戒航空隊、飛行警戒管制隊、浜松基地での運用となった E-2C は警戒航空隊、 飛行警戒艦隊でミサーのまま。浜松基地は一度は E-3 が不適と判断された理由の一つにも上がっていた施設等の改修が必要となり、全備重量170トンを超える E-767 を受け入れるために滑走路を補強している。また、イランと呼ばれる2から3年に一度のオーバーホールや航空自衛隊で処置できない機体修理は 川崎重工業が担当しており、岐阜基地に隣接する川崎重工業岐阜工場、航空宇宙、システムカンパニーで行われる。2014年4月20日の組織改編により、飛行警戒管制隊は、第602飛行隊に改編され、E-767 は引き続き、第602飛行隊で運用されている。E-767 の特徴について、 次に述べる。本機に関しては、旅客機ベースであるため外装に関連する情報は、豊富だが、警戒監視、情報収集及び指揮官制という任務の性質上の理由から、機密情報が極めて多く、機体内部に関する情報は、非常に乏しい。機体はボーイング六十七から二百 e r をベースにしており、ボーイング方式の詳細な形式。 カスタマーコードでは、ボーイング767から 27CER の改造機という位置づけになる。形式に含まれる 7C は、日本政府が顧客であることを示す。ボーイング707をベースとしている E-3 と比べて、キャビンの床面積が約1.54倍、E-3 イコール1、080フィート、E-767 イコール1。 667フィート、容積が約2.1倍、E-3 イコール7、190フィート、E-767 イコール15、121フィートあるため機内の移動も容易で居住性は良いと、される。機体内部の機器群は、機体前方に集められているため、機体後方は、乗員の休憩または、長時間ミッションのための交代要員の控え室として、 使用でき、ギャレーやラバトリー、トイレもある。なお、ラバトリーは、操縦席後方左辺にも設置されており、計2箇所となっている。胴体と翼は、ベース機とほぼ同じであるが、胴体側面の窓がすべて塞がれている。これは、キャビン内部は電子機器類で占められているため、旅客機のような窓は、必要ないことと、自身のレーダーをはじめとする各種の無線設備が、 発射する強烈な電磁波から電子機器と乗員を防護するためである。また、胴体上部に円盤型の直径9.14メートル、厚さ1.83メートルのロートドームが装備されている点が大きな特徴である。ボーイングは当初、ベントラル品を装備することを検討していたが、ロートドームの装備による空力変化は軽微と判断され、装備されなかった。 胴体の長軸に沿って胴体上下に無数の UHF 及び VHF 通信用ブレードアンテナが配置されている。また、両手よ端単に機体後方へ突き出した棒状の HF 通信用プローブアンテナが配置されている。他には、JATES 統合戦術情報伝達システムアンテナが機種、レドームナイト、胴体ビブ上部にコブのように設置されているフェアリング内にある。 なお、E-3 セントリーは変翼に2機ずつ、両翼で4発のエンジンを搭載するが、E-767 はベース機と同じく変翼に1機ずつ、両翼で2機である。塗装は、胴体と翼は、海上自衛隊の P-3C と同じく灰色単色の停止人塗装だが、ロートドームは黒と白の2色塗り分けとしている。エンジンは、 ベース機にも搭載される、ゼネラルエレクトリックの高バイパス比、ターボファンエンジン CF6C80C2 の、使用変更モデル CF6 から 80C2 バイト6、FA が採用された。主な変更点は、高出力のレーダーと、機体内部の機器群の電力を賄うために、各エンジンの発電機が通常は99馬1機から150、9馬2機に換装されている。これによって、 両翼エンジンの発電力は合計180クバから600クバに引き上げられた。これに APU の発電力9クバを合計すると総発電力は6 9クバとなる。航空自衛隊では CF6 から 80C2 系のエンジンを KC-767、C-2 日本国政府専用機などに採用している。ロートドームは警戒監視中では 毎分6回転、10秒、回転、毎秒36度で回転しており、360度全周に、渡って、レーダーの電波を放射している。離着陸時など、警戒監視中以外では、ロートドームの基部にある軸受けにオイルを循環させるために毎分1、4回転、4分、回転、毎秒1.5度で回転している。この時は電波を放射しない。 ロートドーム内には、アン、a p y 2のレーダーアンテナとそれと背中合わせに MKG 的見方識別装置、IF のアンテナが収められている。従って、レーダーアンテナからの電波と IF の質問信号はちょうど180度反対の方向に放射されることになる。また、レーダーアンテナはフェイズドアレイ方式であり、機体の傾きを検出して、 操作を自動的に補正する機能を備えている。同様のロートドームを搭載している E-3 の開発中、このロートドームは効力となって飛行に影響を与えるのではないかと考えられていたが、独特の形状のためにむしろ揚力を発生し、巡航速度と航続距離の低下を最小限にできたと言われている。なお、ロートドームから放射される電波は、 非常に強力であるため、自衛隊の飛行場であっても中期中には、管轄省庁の許可なく、電波を放射することは法令により禁止されている。レーダーシステムは E-3 最終型と同様の、ウェスティングハウス案 APY-2 が搭載されている。これは、滝の方位、距離、高度を同時に測定できる三次元レーダーで、同社の a p y と比べて、 洋上監視能力が強化されている。アン、APY-1 よびマイナス -2 は、共に、パルスドップラーレーダーであり、全室の探知所限の他に、速度も測定できる。また、アン、APY-2 は自由に設定を変更できる、マルチモードレーダーであり、他のレーダーではその能力を制限されてしまう、グラウンドクラッター及びシークラッターを排除し、空中及び、 水上の目標を分離できる。クラッターとは、レーダーから送り出された電波が地表面や海水面に反射してしまうこと。通常のレーダーでは、上空から低空を飛行している航空機を監視しようとしても、航空機からの反射波が大量のクラッターに渦漏れてしまう。特に波の高い海面の CE クラッターは深刻である。E-3 の初期型に搭載されていた案。 a p i 一も空対空監視では、アン a p y 二と同等の能力を有しているが、洋上監視に強いアン a p y 二は、国土が海で囲まれている、航空自衛隊にとって、大変好都合である。国内における整備は東芝が主担当となっている。レーダーで獲得した情報は e 三ブロック、三十三十五準拠 c c 二 E 中央コンピューターによって処理され、14台ある状況表示コンソールに表示される。他に、敵味方識別装置、戦術データリンク装置、広報装置が設置されている。なお、将来のアップデートにも対応できるように、機内は余裕を持たせて、機器群を配置し、機体後部の15000ポンド、約6 8 0 0ラムもある、ロートドームとのバランスを取るために、 機体前方に集められている。警戒監視が主任務であるため固定武装はなく、ハードポイントがないため外部並走も装備できない。フレアやチャフなどで鯉を放出するディスペンサーは外部から確認できず装備していないとされる。将来的に空中給油に対応させるため、製造段階で配管などが準備されており、プローブの取り付けなど簡単な回収によって、 空中給油が可能となる。2005年、平成17年、2006年、平成18年、2007年、平成19年、2009年、平成21年、2010年、平成22年度に早期警戒完成期 E-767 レーダー機能の向上として回収予算が認められている。これは E-3 のシップ回収に準ずるもので、 回収内容は、配電板と配線の改良、レーダー用コンピューターの乾燥、アンテナ部改良、送信出力制御装置と、機材保護装置の改良、機上レーダー整備引用コンソールの改良である。この回収により、探知距離の延伸や、識別能力の向上、統合戦術情報伝達システム、ジャ d i s のリンク十六を搭載した回 -15、J 近代化回収機との連携が、 脳になり、巡航ミサイルへの対処も可能になる。シップ回収機は2010年までに回収を終えており、2011年から運用を開始している。2013年、平成25年度には、早期警戒感正機 E-767 の能力向上として、中央演算装置の換装、電子線支援装置の搭載を主軸とした回収予算が認められている。 これは E-3 のブロック40、45にジュンズル、回収で、アメリカ国防安全保障協力局が2013年9月に明らかにしたところでは、回収の総予算は約9億5000万ドルとなる予定で、回収内容には、電子式位置検索システム4機、アン、アップックス -40 次世代的味方識別装置8機、アン、アップックス -119 的、 味方式別トランスポンダ発揮、基部マイナス77暗号コンピュータ4機などが含まれる。2014年、平成26年と2015年、平成27年度には同名目で先行的に部品の調達予算のみが計上されている。2020年6月に改修を完了予定。2018年2月12日、アメリカ合衆国国防総省は6、 90万ドルの契約でミッションコンピューターのアップグレードのインストール及び関連する地上システムのチェックアウト作業がテキサス州運アントニオ、オクラホマ州オクラホマシティ、ワシントン州シアトルで行われ、2022年12月31日までに完了する予定と発表した。現在 E-767 は世界で4機しか存在しない。 機体は4機ともほぼ同じであるが、1号機と2号機のみ、コックピットに第二関心席、民間の767でいうところの第二オブザーバ席が追加されている。機体番号の左端の一桁は、機体が完成した年、年度ではないの西暦の下一桁を示している。1号機と2号機は1996年、3号機は1997年。 4号機は1998年に完成したことがわかる。3号機と4号機は両方とも1997年に完成する予定であったが、会社のストライキにより3号機の完成が遅れ、1997年末に完成したため、年をまたいで4号機が1998年の前半に完成した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。